並木俊成と山岡和文の最強タッグで挑むオスプレイズアイモンスターは55バディと徹底攻略春の池原ダム。今回の舞台はバスアングラーであれば誰もが知る60センチオーバーの実績豊かなモンスターバスレイク。2021年4月、バスはおおむねプリスポーニングというタイミング。ファーストスポットは小規模クリークの入り口にある立ち木。あ、行ってる。おお、わあ、ほぼなんか横っ腹見せたんだけどな。あ、言えば 74SSS で昨日っといね、あの見ずに出てたんだけど、ここの立ち木で7割近いので、いろいろ投げた挙句、一番アイエーバーが穴面まで一番近い距離に行ったルアーなんで、ずっと水中にサスペンドさせて、ずっとこう立ち木の横をほぼナメクジが這うぐらいなスピードで漂う。チェイスはあったがバイトには至らず、クリーク奥のインレットをチェックする。あ、そこに一匹いる。あ、何匹かいるわ。いたいたいた。ちっちゃいけど。カチ頼むぞ。そこ投げて。その辺に5匹ぐらい。あ、いるいるいる。ね、いるね。くよ。くよ。あ、ほんとだ、ほんとだ。いた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 。あー。やっぱこのピクロのフラッシング効きますね。超ナチュラル系のこれカラーなんですけど、うん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 、こんだけ見えるぐらいやっぱフラッシングするんで、うん、エリアが広い池原ダム。2人はインレット周りや立ち木などシャローに上がったやる気のある魚たちを求め乱眼していった。いるいる、あと上にもいる。あ、ここにもいる。3匹4匹。 あそこも甘いのいいんだよね。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。カレンやってみようか。このエリアでは複数のバスを発見。テクニックを駆使してアプローチしていった2人。行った行った、食うぞこれ。うお、すごいいる。うわー、惜しい。ことこのクリアウォーターでそのスプーキーなバスが多いキャラ七色においては、うん、このカレンのデッドスティッキング、うん、はいはい、このテールがね、置いとくだけで勝手にこうずーっと動いてるんですよ。こうやってプルプルプルって、でこれに魚が寄ってきて、まあ、最後僕途中でピクってこう動かしたりしたんですけど、うんうん、あれで食わしたり、うん、ステイのままでバコーンって食ったりもするし、こいつのデッドスティッキングはすげー効きますね。まあ、もちろん雨降ったりしてカレント強い時はもうゴリ巻き、そうですね、風があったりとか濁りが入ったらもうゴリ巻き、ストップアンドゴーとかが最強になるんだけど、うん、まあ低水温にその強いアクションですね、そのデッドスティッキングっていうの。もどかしい展開が続く中、ダウンショットリグで突破口を開いた並木。出た。あー、取った。あいつだね、あれ、ああ、なんとこれっていうね、HP シャッテル2インチの16分の1ダウンシャッテル、これです。これをフォールさせてボトムにちょっと置いといたらググって食った。であと、あの他、それはワンバイトだけじゃなく他10匹ぐらいのバスに対してもこれはやたら反応が良がいい、うん。でもやっぱり答えがあって、こんなちっちゃい稚魚の群れもいるし、まあ、今ここはいないんだけど、なんかボトムにいるちっちゃいエビかなんかわかんないけど、そういうのをたまにハンって食べてるようなシーンもあったんで。バスは低活性かつセレクティブな状態。山岡も並木の釣りを参考に2インチシャットテールワームのダウンショットリグでアプローチする。お、お、あ、来た、よっしゃすごい食わしたよ。よく食わしたね。でも今一気に見に行ったね。ね。うん。ついに釣れました。並木さんの見つけた釣りを
俺の釣り方で釣ったっていう。さすがカズ、そのアジアストロークね。まあ、並木さんがね1本かけてあのすっぽ抜けた HP シャトテール2インチ、このシルエットのちっちゃいルアーに反応するっていうのをまあ聞いて、で落としてみたんですけど、このままカーブフォールとかフリーフォールでバスの反応あまり良くなかったんで、ちょっとミドストの時のようにシェイクしながらこう深い方にずっとカーブフォール気味に落としていくっていう、でこうするとこの不規則に2インチが重りに釣られてこう踊るというか変な動きするんですよね。こうで急に反応が変わって、うん、で何とかしていくうちに今のやつが1本食ったっていう、さすがカズね。もうすぐアジャストして、水温の上昇とともに活性が上がったのか、このエリアでは時折フィーディングするバスの姿も見受けられる好条件となった。そして再び山岡がそのアジャスト力を発揮する。来た、でかい、来た、やるね、ゴジャーッ。綺麗な、綺麗な魚池だ、綺麗な魚。バレんなよ、バレんなよ、バレんなよ。並木さんお願いします。よし、よーし。いや、ちょっと釣り方がね、さっきの一匹で分かって、でその精度上げていったらちょうどフィーディングに入ったんで、まあ並木さん先置いてちょっと一番いいとこまで釣れちゃいました。HP シャトテール2インチのマス針ダウンショット、ショットリーダーのダウンショットでスイミング。今回はボトム付近をあえてこうボトスト気味に泳がせてバイトっていう感じですね。刻々と変わりゆくバスの活性、ビンゴ川筋を下りながらビッグベイト、ホバスト、ネコリグ、ノーシンカーワームなどルアーを変え反応を探っていった2人。来た、来た、よっしゃイエーイ、よし、へいへいへい。あ、後ろからでっかいのついてる、でっかいんですけど、これはそんなでかくないけど、よし、どうほうよ。はい、まずは一匹。おー、いい魚ね。はい、ドライブクローラーのスモーク系 4.5 インチを、このノーシンカーワッキーはここのポチですよっていう指示がパッケージに書いてるんで、そのあたり刺して、で投げて立ち木のよ、ね、横バスが浮いてるの見えたんで、で彼に猛烈に反応して、でその後マイラーホバス、マイラーミの 3.5 のホバストにもちょっとつけてくる。でもやっぱ見切る、うん、マイラーも惜しい。でもやっぱじゃあもうちょい下、表層なら騙せるのかな。マイラー水面下50センチこう来た。で上でピクピクやったらちょっとつけてきて、でも結局見切ったんで、もうそのまんまフォールさせました。でも結構まで多分2メーターは死ぬみたいな。そしたら多分下から別のバスが食ってギューンってラインが走ってっていう感じです。池原ダムのほぼ全域をチェックし終えた夕刻、朝から幾度もバスのチェイスを終えた立木に3度目のトライをする。来た、よし、来たよ、沈んでた、うん、よっさあ、はいはい、ねえ、で今立ち木、ピンの立ち木に、相当、ね、5メーター近く多分んと沈んでます、ドライブクローラー 4.5、 これゴーストシュリンプなんですが、こういう薄いスモークっぽい色が、コツですね。この時期の池原ダムを訪れるのはおよそ25年ぶりという並木、決して簡単ではない今回のタイミング、その底力を見せつけた。トボトスロープへの帰着時刻は午後5時、残り時間は30分程度となった。クリークの奥へ侵入、並木はノーシンカーワッキー、山岡はビッグベイトでアプローチする。
ほら、行った。ああ、行ってる行ってる。よっしゃー、よっしゃー、すごいな。うわ、でかい。よし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 。そうっすね。せーの。怖い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 。あー、ごめん。うわごめん、抜いちゃった方が良かったかな。しかもなんか怖がったらちょっとビッグベイトだからね。普段もっとガンって行くんだけど痛恨の。やっぱ出ましたね。出たね、今でかかったよね入ってるカメラ、出た瞬間ねえ。いや、珍しいっすよ皆さん、都市が人の魚をバラすっていうのは多分生まれて初めてです生まれて初めて、ね、ちょっとでも思ったよりでかかったっすね。そうだね、50あるんでしょ50ぐらいね、長いもんねおい、見つけに行った、行った行った行った、めっちゃ見てる。すごいね、今食いそうでしたねもうねえ真上向いて上がってきましたもんね。まあ、ん、何もしないで放置がいいな。ほんとバイトには至らないが、再びビッグフィッシュの姿を確認。ノーシンカーワッキーを放つ並木。夕方上がってくるんですね。これ絶妙なアプローチいったぞ。これ岩盤見てる、バスに。お、 1.5 メートル右の岩盤に当てて落として。よし、かったー。ほらでかいんじゃないですか。あいつでしょ、あいつでかい。クローラー 4.5 ナチュラルポーランド。これでかい。うわでかい、でかい、うわでけ。これやばい。僕取りましょうか。やめとくわ。でこれネット、ネットある？ネットで入れててもらおうかな。ネットもあるっすよ。本当？ネットあったよな。よし。これ60ないかな。でもひょろ長いからね。ひょろ長いから。ひょろ長いから。長いからね、これこれこれ、いいよこれ、これ持ってんな。取ります。あ、お願いさっきの数ももっと使えばいいな。でけえ、これはでけえ。これね、あのカレンついてきてずっとにらめっこして2匹いて、その大きい方だったんかな。大きい方で、あのカレン諦めた後岩盤ずっと見てた。でドライブクローラー 4.5 をピンだとびっくりするから右 1.5 メーターぐらいに岩盤ピンって当ててピッと落として、でもすぐバイト来たわけじゃない、ずっと放置。計測の結果は58センチ。これぞ狙っていたサイズ。オスプレイズアイモンスターは5号、バディと徹底攻略。春の池原ダム、最高のエンディングを迎えた。今日は本当にタフな一日でしたね。なるほどね。え、まあでもそんな中ね、終わってみればね、え、さすがカズ。いや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 、うん、なんでまあまあタフながらにもやり方状況によって、ね、そうですね、まあ、並木さんのそのテクニックだったり知識と、うん、まあ、僕のその知ってる池原のその知識と、うん、うまく噛み合って、ね、後半は魚に出会うことができたんで、うん、ね、こんなに2インチのねシャークテールで、ね、無理くりだから、でもマッチのベイトで上流域で食わしたと思いきや、ね、ちょっと降りてきて、ね、もうちょい就業力が必要とするようなところではカレンの、ね、スーパーデッドスタッキングがもう何度も魚をして最終的に食わし、ね、まあ、自分のミスでねちょっと逃してしまったんですけど、うん、でもまあそれもあり、その後もまたねさっき僕が釣るのをカレンで引っ張ってきてくれて、魚をねおびき寄せてくれて、 あそこにいるんだと。で見切ったやつをね僕がドライブクローピンって投げてスーパーというなシングロングポーズで
ね、落とせた、うん、本当だからいろんなあの釣りがやっぱこう総合的に必要な状況っていうのはやっぱ絶対にあって、はいはいはい、それが見せれたのが良かったんじゃないかなと、ね、思います。すごい、ね、いろんなやり方があるんだね、はい、うん、引き出しの多さも必要だし、ね、いろんなスタイルで楽しめるフィールドだと思うんだけどね、何よりバスがこれなんで、はい